デニス・メンショーフ、デニス・メンショーフ、1978年1月25日隊は、ロシアオリオール出身の元自転車プロロードレース選手。2000年プロデビュー。山岳とタイムトライアルの両方で実力を発揮する、典型的なオールラウンダーだった。1989年11歳の時に、地元のサイクリングスクールで自転車を、 はじめ、1993年にチェスカ・モスクは、軍隊系のスポーツクラブに、スカウトされる。後に、クスカラダ・サマーラに所属。1996年、ソチで開催された青年向けステージレースに年齢が、見たないにもかかわらず出場し勝利。その後ロシア国内及び、ヨーロッパ各国の地方ステージレースで活躍する。1998年5月。 フランスのレースローンで出るイサードで完璧な総合優勝を果たし、バネストのマネージャーの目に留まる。1999年、バネストのアマチュアチームに移籍し、2000年に同チームでプロデビュー。翌2001年に若手ロード選手の登竜門として位置づけられているツールド・ラブニールで総合優勝。一躍注目を浴びるようになる。その後も2002年に、 ドーフィネ・リベレの第2ステージ、南関山学門バントで優勝。2003年にはツールド・フランスで総合11位に入り、新人賞のマイ・オブランを獲得するなど、着実に実力を蓄えていく。2004年はパリ・ニースの第6ステージで優勝。その後バスク一周では総合優勝を果たし、初のメジャータイトル獲得を達成したほか、ブエルター・エスパーニャの 第5ステージで優勝したことで、グランツールでも初勝利を飾った。2005年のブエルター・エスパーニャでは、第1ステージ及び第9ステージの個人タイムトライアルを制するなど、活躍したが、この時は、ロベルト・エラスが絶好調で、総合優勝して、同大会3連覇を達成。免職は、複合賞こそ獲得したものの、総合成績では、 エラスから4分36秒遅れの2位に甘んじた。しかし後日、第20ステージにおけるドーピング検査でエポ陽性反応を示したことを理由に、エラの優勝は剥奪。繰り上がりでメンショフが総合優勝となり、結果的にグランツールの初制覇を達成することになった。しかし2012年12月21日、スペイン最高裁判所は、ドーピング検査の手続きに不適切があった。 というエラスの訴えを認め、2005年のブエルタについて、再びエラスを優勝とする判決を下した。翌2006年は、ドーフィネ・リベレの第4ステージ、2002年に一度制しているモンバントゥでの山岳 TT で優勝。ツールド・フランスでもチームリーダーとして、大会最難関の呼び声も高かった第11ステージ、プラデベレで、 フロイド・ランディス・トリーバイ・ライプハイマーとの三つどもへの争いを制してステージ優勝。一時は総合3位に尽きるなど検討し、最終的には総合6位に食い込む活躍を見せた。2007年はカタルーニャ一周の第7ステージアルカリススキー場への山岳、TT で優勝した他総合でも3位に入り、ポイント賞も獲得。 同ィネリベルでも総合4位に入って、好調をアピールしていた。しかしツールドフランスでは思ったような活躍ができず、第8ステージでチームメイトのミカエル・ラスムッセンが、ステージ優勝し、前をジョーヌを着たことを受け、アシストに回ることになる。さらにそのラスムッセンが、ドーピング検査において、虚偽報告をしていたという理由で、チームで第17ステージ前に解雇されたのを受け、 モチベーションを失ったメンショフもリタイアすることになった。しかしブエルター・エスパーニャではタイムトライアルの第8ステージで構想してライバルたちに差をつけると山岳ステージの第9ステージでレオナルド・ピエボリに続き2位にとなって総合と見立ち同じく山岳ステージである次の第10ステージ春のカタルーニャ一周と同じアルカリススキー女王ではステージ優勝した。 その後の山岳ステージでも、カルロッサ・ストレラのライバルたちのアタックに冷静に対処し、決してタイム差をつけられない、という、かつてのミゲル・インデュラインを思わせる走りで総合トップの位置を守りきり、二度目の総合優勝を果たした。2008年、初めてジロでイタリアに出場。初日のチームタイムトライアルで、ラボバンクは16位と出遅れた。頂上コールの山岳ステージである。 第14ステージでは総合優勝争いの有力勢の中で最もクゴールしたが、第16ステージの山岳タイムトライアルでは逆に遅れを取り、第20ステージのモルティローロ峠ではアタックを試みるもライバルたちを引き離すことはできず、これが響いて総合行為となった。同年のツールドフランスでは、第3ステージにおいて厳しい往復区間で起きた。 落ち者によりメイン集団が分裂し、これを機に戦闘が激しくスピードを上げ、後方に取り残されたメンショフは結局他の優勝候補たちから38秒を失ってしまう。また、最後の長久の峠から1600メートル近い高度を下ってゴールする第16ステージでも、この最後の下りで総合上位陣から35秒の遅れを取る。結果的にこの計一分強の遅れが、 表彰台を逃す原因となり、最終日前日のタイムトライアルで、区間6位と検討したにもかかわらず総合4位となった。あとに3位の選手のドーピングが発覚し繰り上げ総合3位となる。2009年のジロでイタリアでは、山岳コースの第5ステージを制して、総合5位に浮上。区間3位に入った第10ステージ終了後、 総合主位のダニーロ・ディルーカに1分20秒差の2位に浮上した。個人タイムトライアルが組まれた第12ステージでは、最初のラップ地点において他を圧倒し、2度目の区間優勝。ディルーカに34秒の差をつけ、ついにマリア・ローザをダッシュした。その後、山岳ステージにおいてディルーカとの激闘が演じられ、互いに譲らない攻防戦が続いた。 最後の三岳ステージとなった第19、ステージ終了時点では、ディルーカに18秒差まで迫られたが、個人タイムトライアルが組まれた、最終、第21ステージにおいて、雨が降り出し条件が不利になる中、終盤落ち車するも、タイム差を広げて、ディルーカを突き放し、初のジロで、イタリア総合優勝を果たした。さらに1998年のマルコパンターに以来と、 ナルジロツールのダブルツール達成を狙って、同年のツールドフランスに出場。しかし、第1ステージの個人、TT でいきなり大きくで遅れると、第4ステージのチーム TT では、自身が落ち車するなどして大きく、タイムロース。さらに勝負所のアルプス山岳ステージでも連日、交代するなど、明らかに走りに制裁を欠いて、優勝したアルベルト・コンタドールから1時間以上も遅れる。 総合51位に沈んだ。シーズン当初は、ブエルター・ムルシア総合2位、ツールド・ロマンディ総合3位など好調な様子を見せたが、最大の目標であったツールド・フランスを前に、機関士系の体調不良が続き、調整が遅れ気味のまま、オランダでのツール開幕を迎えた。初日の個人タイムトライアルは、若干不安を感じさせる結果であったが、多くの有力選手が、 オちシャに巻き込まれた第二ステージ、13km のパベ区間を含み波乱のレースとなった第三、ステージともちシャることなく無難にこなした。山岳でも、総合優勝の最有力候補とされていた、アルベルト・コンタドールとアンディ・シュレクの二人の戦いの、影で目立つことはなかったが、安定した走りで、総合順位を4位まで上げてきた。そして、最終日前日の、 第19ステージ、メンショフが今年のツールの中で自分にとって絶好のチャンスであると考えていた 52km の個人タイムトライアルでは人生で最高のレースだったとノベルドの回想を見せ、サムエル・サンチェスを逆転して総合3位となり、ロシア人選手として初めてツールド・フランス総合表彰台へ上ることができた。後にコンタドールの優勝剥奪により総合2位となる。 2011年シーズンは、移籍先のジオックス TMC がツールとフランスの招待を受けることができず、ジロやブエルタへの参加も不確定という状況下で始まった。ツール不参加の決定を聞いた瞬間は、大きな失望や驚きはなかったが、難しいと知りつつ希望も持っていたし、冬の間ツールのことばかり考えて練習していたので、折り合いをつけるのは困難だった。 しかし決定を変えることはできない、ペロートンのインタビュー。3月のブエルター・ムルシアでは、総合3位という成績を残したが、その後はアレルギー疾患やインフルエンザなどの体調不良に悩まされ、ジロでイタリアでは、本人も不本意な総合8位に終わ。2001年以来初めてのツール不参加となった7月には、サストレと共にツアーオブ・オーストリアに初出場し、総合5位。 サストレは3位となっている。8月から始まったブエルター・エスパーニャには、サストレが比較的好調であることや、得意の個人タイムトライアルが一度しかないことから、エースナンバーはつけずに参加。初日のチームタイムトライアルで、GXTMC は再開から2番目となり、他の総合優勝候補たちに1分前後の差をつけられた。また、 第3ステージでは3度も自転車を交換するメカトラの不運に見回るなど序盤は大きく出遅れた。しかしチームメイトのファンホセ公ボに総合上位の可能性が見えてきたことからアシストに展示、山岳で集団を強力に牽引して何人かのライバルを引き離すなどの活躍を見せた。そして公ボの総合優勝と GXTMC のチーム総合優勝に大きく 貢献しただけでなく、本人も、総合思いまで成績を上げることができた。2011年ぶれ、突然の GXTMC 消滅と、不和であった、カチューシャチーム首脳の人事刷新により、ついに母国のチームへの加入が実現した。しかし2012年は、8年ぶりに出場したパリ、ニースをはじめ、春先のレースの多くをリタイアし、体調不良と調整不足は明らかであった。 ツールドフランスの調整の一環として出場したロシア選手権大会個人タイムトライアルでは優勝し初のナショナルチャンピオンタイトルを獲得したがツールでは序盤こそ上位につけていたものの2周目以降失速し15位という結果に終わったロンドンオリンピックにはロードレースと個人タイムトライアルの両方にロシア代表として出場した ブエルター・エスパーニャ2010人には、総合優勝を目指すホアキン・ドドリゲスのアシストとして参加。ホアキンの総合3位獲得に貢献したが、メンショフ自身も、第20ステージ、ボラ・デルムンドで逃げ切りの区間優勝を果たした。ブエルター・エスパーニャ、第20ステージ、ロシア選手権を除けば3年以上レースでの勝利から遠ざかっていた上に、 今大会最難関ステージでの優勝ということで、喜びと安堵の感情を隠すことはなかった。2013年シーズンも、同チームでスタートを切ったが、5月に引退を表明。近年は、膝の故障に悩まされていたという。2014年7月12日、国際自転車競技連合は、バイオロジカルパスポートで、アンチドーピング規則違反が見つかった免職の成績の、うち、 明らかに異常が認められた2009年、2010年、2012年のツールドフランスの成績を剥奪した。2009年次ロ、2007年ブエルタ総合優勝などの成績は現在のところ剥奪されていない。ないは、ステージ優勝数。ないは、ステージ優勝数。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。